ポッポッポー。はい、どうもワクワクです。本日はハトサブレ第40弾。これね、タイトルないんですけれども、実はねここには載ってないんですが、ブログのトップページの方にねありました。バターの香り出たってなってましたね。で、第39弾もね、記事の方には書いてなかったんですが、まあタイトルは一応つけてたということですね。まあ書き忘れてただけということで、まあバターの香り出たというタイトルで、まあ、今回こちらの方を見ていきたいなと思っております。材料、薄力粉 136g、 強力粉 38g、 砂糖、上白糖で 108g、 有塩バターは 105g、 卵白が 56g、卵黄が 7g、 ベーキングパウダーは 3.5g、 打ち粉は強力粉を使いまして分量外となっております。これをまあ小麦粉 100g に換算すると以下のような分量になっております。で、まあ、うちのオーブンは2段で焼けるのですが、今回は焼き加減を安定させるために上段の1段だけを使って1回に2枚ずつ焼きました。で、まあね、上段だけでもね、置こうと思えばね、6枚ぐらい置けるんですけれども、それやるとね、ものすごく焼きムラができちゃうんで、まあ、2枚が限界かなっていう感じで2枚で焼いたんですね。で、まあ、今のね、現在の第84弾とかやってる頃はもう1枚になってるんですが、やっぱ1枚の方がね、焼きムラはなくて、2枚でも、まあ、微妙にね、焼きムラができちゃうんですよね。まあ、でもこの第40弾の時は2枚で焼いております。で、焼き時間は余熱ありで170度。で、14、5分程度ってことですね。で、こちらになりますが、左側の、まあ、白いパッケージに入っている方が1番生地になります。で、この黄色いデザインのものに入っているのが2番生地。このティッシュの上に載っている、まあ、パッケージされてないもの、これが、2番生地を型抜きした後の歯切れですね。歯切れをまとめたものですね。で、こちらの断面ですが、だいぶ色薄いですね。で、かなり薄いと。まあ、これね、何なのかっていうと、この歯切れの断面を取ってるんですね。まあ、取るんだったらね、1番生地とか2番生地のやつ取った方が絶対綺麗で、そっちを、まあ、取るべきなんですけど、この時はなんか歯切れだけ取ってましたね。多分作った直後にもう写真撮ってすぐに生地アップしたんだと思います。で、こっちの方はね、この1番生地とか2番生地っていうのは1日寝かしてから食べたいなっていうのがあって、寝かす前にブログにアップしたいなっていうのがあったんですね。それでまあとりあえず何でもいいから断面取れと思ってこの歯切れを取ったんですね。で、まあこの2番生地の切れ端を集めたものなので、膨らみ不足ちょっと固め、オーブンを使い始めてから初めてバターの香りが存分に引き出せたような感じがします。バターの香りが出た要因は何だろう。1番、バターのクリーミングを丁寧にやったから。2番、焼き時間がいい感じだったから。まあこれ見るとね、焼き時間いいように見えないんですけど、まあ1番生地とか2番生地は焼き加減は結構いい感じだったってことですね。で、バターのクリーミングは結構面倒なんですが、そこを丁寧にこなすと香りが出ているような気がします。それと作る量が今回は少なかったので、材料の混ぜ具合も良かったのかもと。まあこれ本当にね、材料を作る量っていうのは結構ね重要で、材料が増えるとやっぱ材料を混ぜるときにうまく混ざらないんですね。まあその辺は私の技術がないだけといえばそれまでなんですけれども、まあ私的にはだから少ない量の方がうまく作れるなっていうのはありますね。で、味は有塩バターを使ってしまったためにちょっと塩味を感じます。それはそれで美味しいのですが、本物のハトサブレとは全然違いますね。で、75点と。材料の割合自体はこれで確定させちゃおうかな。あとはバターの種類だけってなってますけどね。まあ今考えるとね、材料の割合もこの時の割合っていうのはだいぶ違うんだよなっていう感じですね。で、まあ塩味に関して言うと、今は塩入れてますからね、まあ無塩バターに塩を入れてる感じで、いわゆる有塩バターの塩の塩分量と比べると若干少ないのかもしれませんけど、まあそれでもね、今作ってるのも出来上がりに塩味は若干感じております。で、ちなみにですけど、今回ね、久しぶりに作ったら1番生地の厚み調整がうまくできなくて、
極厚サブレになっちゃいました。ちゃんと厚さ4ミリぐらいで作らないとね。てかこれからサブレの作りにくい季節になるんだよな。これね、本当に今回作ったのが5月なんですね。前回がまあ12月だったんで、12月の時はね、型抜きとかも結構割と簡単にできるんですけど、まあ、今もう5月の段階で結構作りにくいです。で、さらにこれから夏になると、もうエアコンかけてもね、室温が22度以下にはなかなかならなかったりとかして、それで、作るのが本当に難しくなる季節だなっていう感じですね。で、とりあえずバターでも取り寄せますっていうことで、まあ、前々回ぐらいからね、もう発酵バター使う言ってたのに、全然取り寄せてなくて、買ってなくて、で、まあ、今回はもうさすがに取り寄せようと思って、まあ、宣言してますね。ということで、まあ、今回は第40弾でした。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆様、バイバイ。